肉の味だ。食感は本当に肉そのものですね。肉の繊維の感じとかがすごく近いものを感じるなと思います。味は普通に美味しいので、なんか全然パクパクいけますね。あと今日はね、焼肉大工さんでこの代替肉いただいてるんですけど、その一人でサクッと焼肉食べたい時とかに、まあ、このリーズナブルな価格で、まあ、代替肉っていうチョイスはすごくありだなと思いました。今までその半分ぐらいの大きさでしかできなかったものは、まあ、改良を重ねて、大きいままでもしっかりと楽しめるようになったので、ちょうど程よい、なんですかね、ジューシー感も持ちつつ噛み応えがあるような食感にこうしていくってことで、食感と大きさというのを変えました。ちょっと僕の方からも聞いてみたいとして、はい、今日初めて食べていただいたと思うんですけども、こういったものがもし代替品って言われたとしてもあったとしたら食べてみたいみたいな、なんか思いつくことってありますか？まあ、肉以外の代替フード、はい、まあ、例えばその寿司って代替ないよなみたいなちょっと考えたりしたんで、だからそのこれまでなんか代替できちゃうと代わりになるものあるみたいな驚きをなんか与えられるような代替フードっていうのがなんかあるとすごく面白いし、なんかすごく注目度が上がっていくんじゃないかなと思います。